酒樽を積んだ第8社、消防ポンプを積んだ第8社、東映渦正映画村第8社とは、江戸時代から昭和時代初期にかけての日本で荷物の輸送に使われていた草木製の人力荷車である。第8社とも書く。なお、同様の構造の荷車は少なくとも平安時代から使用され続けているが、一般的には江戸時代からとされることが多い。名の由来は諸説ある。 おおよその形状は、前方に、どの字型の枠、枠の後方に木を組んで作られた板が付き、その板の左右に車輪がついている。現在では、第8車、リアカーというと2輪のものが連想されるが、江戸時代には4輪のものも存在した。4輪の第8車には、重量物を積載した場合でも前後のバランスが、保ちやすいという利点があったが、小回りが効かない、 曲がり角を曲がりにくいという欠点に打ち勝つことができず、消滅してしまった。道路標識、自転車以外の軽車両通行止め、第8車が描かれている。近代以前は主要な輸送機関として、様々なものを運搬するために使用されていた。炭や米を詰めた俵、果ては遺体を積むこともあった。第8車を引いて、荷物を運搬する人々は、車力、車引きと呼ばれ、 前を引いて、大声で人を避けさせる役目を持つ人と、後ろから押す人のに、三人が一組となっていた。元禄16年に町奉行の行った調査では、江戸では1273台の第8車が使われていた。関東大震災では、大量の火災道具を積んだ第8車や、リアカーが、避難路を占領してしまったため、本来は、防火帯となりうる大通りを越えて火災が拡大した。 さらに、本所の陸軍被服症跡地では、空き地を埋めた避難民が持ち込んだ荷物が火災センプルによって燃え上がり、4万人近くが一挙に消費するという悲劇があった。ちなみに、リアカーは第8車を発展させたものであり、道路交通法上は同じ軽車両に分類されている。リアカーの登場により、その地位を奪われる形で、第8車は衰退に向かった。 さらに自動車の台頭もあって、実用に供される個体はなくなりつつある。しかし、歴史資料として保存している資料館等も存在している。また、明治時代以降には、二輪の第八車の全部に、旋回可能な前車を取り付けて四輪とした構造の入馬車が製作されるようになり、自動車が普及するようになるまで、日本各地で使用された。使用方法は、以下の通り、 荷物を荷台に置き、荒縄などで固定する。前方の枠に人が入り、前傾している荷台を起こす。荷台が地面と平行になるようにして引いていく。遠くまで運搬する際は、第8車を牛に引かせていた。リアカーにとって変わられた、要因自動車やリアカーにとって変わられ、実用されることは少なくなったが、その懐かしいイメージから街づくりに利用された例がある。 つくば市役所主催で2019年に行われたつくば R8 地域活性化プランコンペティション2019において4つの採択プランの一つに旅する第8社と小さなパレードが選定され屋台などにリメイクされた第8社がつくば市内各地のイベントなどで使用された。ありがとうございます。